日曜日も各地で晴れそうです。週明けは天気が下り坂でしょう。以上お天気でした。さて今日は11月11日とこれいろんな記念日とされてるんですね。そうなんです。中国では独身の日で自分へのプレゼントをと大規模なセールが行われています。ネット通販最大手のアリババでは今日1日で売上1兆8000億円以上という見通しも出ているんだそうです。そして実は今日はイレブンが対戦ということで、サッカーの日、今夜は日本対オマーン戦もあります。テレビの前でも応援しましょう。さあ今日も始まりましたバイキング、世間ではですねトランプショックなどと言われて、正直これからどうなっちゃうんですかね。心配で仕方ないですけどね、もう不安が渦巻く状況なんですけれども、トランプ政権は果たして本当に大丈夫なんでしょうか。今日は徹底討論していきたいと思います。まずはこちらをご覧ください。Of America, Donald Trump. まさかの番狂わせで第45代アメリカ大統領に就任するドナルド・トランプ氏。アメリカ国内のみならず世界各国が大混乱。果たして政治経験のないトランプ氏の政権運営は問題ないのか。女性蔑視発言など暴言の数々。今後のスキャンダルは大丈夫なのか。在日アメリカ軍の駐留経費を日本が全額負担しなければ軍撤退も厭わないと発言したトランプ氏。果たして。 I love this country. トランプ政権は大丈夫。トランプ派 VS 反トランプ派生激論。さあということで本日はですねスペシャリストの皆さんにお越しいただいて、はい、トランプ派反トランプ派に分かれて、うん、もう最終的には殴り合いしていただくので皆さんよろしくお願いいたします。さあその前に今日も中継つながっております、はい、現地のアメリカ、ワシントン支局長の松山さん。はい、お伝えします。私は今日ですねトランプさんがニューヨークを離れて、ワシントンに、もう選挙から2日後だというのにすぐ来てですね、今日オバマ大統領との会談というのを行いました。でその会談が行われた、ホワイトハウスの目の前に今来てるんですけれども、まあ、その会談普通だったらこんなに早いタイミングで、次期大統領と今の大統領が会談するってことはないんですけれども、やっぱり2人の間ではその選挙戦の間かなり中傷合戦を激しくやってましたんで、まあ、特にオバマ大統領なんかはツイッターのボタンばっかり押してる男に核のボタンを、任せられないみたいなことを言ったりですね。で結構激しいやり取りがありましたんで、まあ、そういう意味では仲直りをちょっと演出する機会ということもあって早めの会談というのが設定されたんだと思います、うん、松山さん、まあ、会談の中ではこれからその、はい、僕も映像見させていただいたんですけれども、なんかトランプさん見てると借りてきた猫のようにも見え、あと一方でなんかすっごい我慢していつ爆発するのかなっていうぐらいちょっとドキドキしちゃったんですけどね。そうですね、いつもトランプさん発言演説なんかで発言するときはこう手をですねこうやったりこう振ったりですね、はいはい、激しいこう身振り手振りでやるっていうのが特徴なんですけども、うん、今日はホワイトハウスの中では、まあ、少し手は振ってましたけども、ちょうどこう膝の上に手を置いてこう神妙にしてなんか借りてきた猫みたいにこうなんか座ってましたけども、はい、まあ、ある意味選挙が終わってからまだ暴言という暴言一言も入ってないんですよね、うん、トランプさん、まあ、それもあって一時市場がこうなんか株価なんかが乱高下するっていう事態がありましたけれども、今若干その経済界でも意外とこの人は大統領に就任するのが決まったら意外とまともな態度を取ってるんじゃないかと、うん、若干安心感みたいなのが広がってるっていうのもあるようでして、うん、まあ、そういう意味ではしばらくの間は暴言をちょっと封印してそういう大統領らしさを演出するというのを多分意識してるんだと思います。でもなんかで今日ホワイトハウスの中では、はい、はい、各地でいろいろ結構デモ起こってるんですよね。はい、まさにその今日こちらで会談やってる最中もですね、ホワイトハウスの前にたくさんこうプラカードを持った抗議のデモの人たちが来まして、実はつい先ほどもですね後ろを100人ぐらいのデモの人たちが行進してました。で大体Not
ット・マイ・プレジデントとかっていう書いてあるボードを持ってですね、要するに我々の大統領ではない、トランプは我々が選んだ大統領じゃないんだということをこう一生懸命訴えている、特に若者の人たちなんかが今日は目立ちました。で、結構全米規模でやっぱりこの抗議デモを広がってまして、昨日もお伝えしましたけれども、昨日は大都市のニューヨークとか、ロサンゼルスとかで大規模なデモが行われていると言いましたけれども、その後例えば西部のオレゴン州とかですね、あと中西部の、小さな州なんかでもかなり大きなデモが広がっていまして、全米規模でじわ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 と、反トランプの、抗議デモの動きというのが広がっていて、若干ちょっと、物騒といいますか物々しい雰囲気に包まれている感じです。アメリカでのメディア新聞の論調はどんな感じになってるんですか。まさにですね、これワシントンポストの、今日の一面なんですけれども、はい、ちょっと見えますでしょうか。見えます見えます。見出しに、見えます。はい、ディバイド、ディバイド、アクロスディバイド、オールアイズオントランプってありますけど、まあ、要するに全米にその分裂が広がっていると。でそういう中でトランプさんへ、集中的に、全米の人たちの目が注がれていると。でこの分裂をどうしてくれるんだっていうのがまさにその焦点になっているということなんですね。でもう本当にテレビも、新聞もこの選挙が終わってですね、その直後はもうトランプショックといいますか、あまりの衝撃にこんな結果になんで、なったんだ、まあ、報道機関もなんでそれを予測できなかったんだみたいな論調が多かったんですが、2日後になってですね、だんだん論調が若干落ち着いてきて、今度はふと、目を覚まして朝起きてみたら国が完全に真っ二つに分かれてたと。この真っ二つに分かれている国をこれから我々はどうしていったらいいんだろうっていう論調が結構新聞なんかにも目立ってきていますね。松山さん、はい、今日のネクタイも似合ってますよ。そんなとこですか。今日はですね、民主党のオバマさんと共和党のトランプさんの会談だったんで、青と赤の間で紫色を選んでました。ありがとうございました。松山さんね、面白いんですよ。あはって言いましたね。さあ木村さん、はい、現地はああいう状況みたいですけれども、ね、ワシントンでアメリカを語っちゃいけないんです。ワシントンはね、今ね、全米に拒否されたんですよ、でワシントンをこれからワシントンのヘドロを全部出そうじゃないか、それは全部ワシントンに今溜まってる。ワシントンポストもそうなんですよ、この会社はアマゾンのオーナーベソスっていう人がいますよ、ね、あの人が持ってるんですよ。でね、この人トランプがでっけらいなんで、社に命じて20人の、ね、特別班作ってトランプの悪口ずっと書かせてた。で今度トランプが勝ったらね、今ねアマゾンの株ドーンと落ちてるんですよ。だからね、これはね、いつまでたったって反トランプですよ。それからデモですけどね、これデモはどこでもあんの。例えばね、あれイギリスが EU 離脱決めた時もデモずっと続いたじゃないですか、しばらくああやってガス抜きさせるんですよ。だけどね、見てるやつはみんな言って、あれお前ら民主主義にこれ抗議してんのっつって、ね、これはそんな長く続くもんじゃないと思いますよ。なるほど。じゃあ木村さん、今日はトランプ派ってことでいいんですか。新トランプで言ってるんです。新トランプです、ね、トランプ派に今日はちゃんと。わかりました、はい、ありがとうございます。さあそれでは最初の議論いってみましょうか。はいはい、最初はこちらです。政治経験のないトランプ氏で政権運営は問題ないのかというところです、まずはこちらをご覧ください。さあドナルド・トランプ氏ですが、来年の1月にですね、第45代大統領に就任します。でこの70歳での就任というのは歴代最高齢になるんですね。さらにアメリカ史上初、こちらも軍も含んだ公職経験のない大統領が誕生するということでして、近年の大統領を見てみましても、こちら、まあ、歴代ですね、州知事であったり副大統領であったり何らかのまあ公職についていて、そこから大統領になるという流れだったんですが、まあ、今回は政治経験ないままに大統領ということで、さあここでスペシャリストの皆さんに伺います。政治経験のないトランプ氏で政権運営は問題ないのか、お手元の札をお上げください。分かれましたね。これでも問題ないって言ってる人の方が喋りがうまいから、問題あるの人から言った方がいいよね。そうですね、論破されちゃう。そうですね。じゃあ井上さん、はい、問題ある。ね、まず僕も実はこの問題あるっていうのはこれ紫なんですけどね、はい、この反トランプの前に僕は実は反クリントンなんですよ、で今回史上最低のやっぱりアメリカの大統領選挙だったですよね、でこういう中でその問題があるっていうのはですね、安全保障という問題を結局金でね
この押し量っていくっていうこの論点はね、うん、ちょっとやっぱりいかがなものかと、うん、アメリカは良くも悪くも世界の警察官でアメリカがしっかりしてくれないと世界でやっぱり混乱するんですよね、うん、そこへ持ってきてその安全保障をお金の価値観だけで押し量られると、うん、これやっぱりお金を持っている国例えば中国のような国にすり寄られる可能性も出てくるし、うん、こういったことっていうのはものすごくその僕が怖いなという部分はありますよね、うん、なるほど。ただ一方で、まあ、共和党の人たちが今度同時に選挙を行われて共和党が勝ちましたから、うん、司法から全部これ共和党が抑えてますからその意味での指導があるから僕はそこは安心はしてるんですけどね、うん、非常に複雑な気持ちですね、うん、さあ有本さんも問題ある問題があるというよりも、まあ、その先ほどの公職経験がないということで、まあ、やってみなければわからないという不安があるということなんですね、うん、ただ、うん、今日スタジオに東国原さんがいらっしゃるんですけれども、うん、東国原さんが知事になられた時もそういうような話があったと思うんですが、うん、まあでも実際におやりになってみたら別に特にそういうことは感じなかったので、うん、とてもすっとおやりになるかもしれない。東さんちなみにどう思ってるんですか。いや僕はだから政権運営に関しては問題ないと思います、うん、政権運営これ東さんも、うん、もう木村さんはもう1年以上前からトランプ大統領になるよって予言してたんですね、うん、で東さんもバイキング内でおっしゃってましたもんね、はいはい、トランプが大統領になる可能性は大いにあると、はい、ほんで大統領になってもちゃんとやり方無礼次第では重責果たすことできますよって、うん、できます。それにキャラ編もするだろうと。あキャラ編7月8月ぐらいから選挙前にちょっと修正してくるかなと思ったんだけど、うん、なかなかしなかったなと、はい、でもここに来て当選して、まあ、キャラ編をしていくのはこれ当然なんですよ。変えていくのはね、うん、で先ほどのご質問なんですけども僕も橋下徹という人間も行政経験なしで入りましたが、はい、行政運営に関しては問題ないと思います、うん、というのが議会が与党になりましたから、はい、これねじれなくなりました、うん、そしてホワイトハウスも大統領の選任で4000からの役職を変えますから、うん、これは政権運営は問題ないんだけど政策は別問題ですよ。なるほど。政策は別問題、うん、政権運営はまずまず問題ないと思います。でもその政策ブレーンというのも本当ここなんです。だからこの100日間で、まあ、まああと17日間ぐらいで、ね、決めると思うんですけども、うん、ここはやっぱ注視しなきゃいけないですね、うんうん、でどういうふうに、まあ、対ロ対中、まあ、北朝鮮日本あるいは外国に対してどういう政策や思想とか信念を持っている人間なのかというのをこれを見極めていかなきゃいけないと思います、うん、対日中としてはね、うん、もうやつぎばやにねもう韓国 の、 ね、大統領と話してミサイルに対してディフェンスをするって話もしてますし、うん、メキシコの大統領とも、ね、もう電話会談してる、うん、それから安倍さんもすぐ来ると、うん、もう矢継ぎ早にものすごくビジネスマンとして非常に成功してるだけじゃなくて、うん、まあ、いろんなこと言われますけども、うん、今課題になってるのはその政治的なエスタブリッシュメントとか既得権益っていう、うん、要するにそのもう政治屋日本もそういうことあるじゃないですか。政治屋の政治から脱却したいと、うんね、政治のプロはいらないよと、うん、そもそも民主主義ってそういうことじゃないですか、うん、だからドナルド・トランプがビジネスさっきお金がダメだとおっしゃったけど、うん、お金ではなかったらビジネスもそうだし軍事だって全部お金の話ですから、うん、お金と政治で切ることできないですよ絶対、うん、だからアメリカは一応世界最大の、ね、経済大国でもあるわけだから、うん、中国とじゃあどう対峙していくかって、うん、これもお金の計算だって、うん、ケビンってトランプ入れたの。いやもちろんですよ。へいや当然ですよ。もう前から僕は彼がなるべきだし なった方がいいし、うん、もちろん石投げられました。もうフェイスブックでも散々いろいろな人からいろいろお前石投げられた。でもトランプに入れなくたって石投げられてるでしょ。いやまあでもお前何だよ何今のちょっと持ってるな。いやでもケビンはもう本当にトランプ新トランプなんだけど、ハリーはもうめちゃめちゃ嫌いなんだよね。大嫌いですね、うん、はい、っていうのも正直トランプさんが勝つっていうことはもう人類にとってものすごい悲しい一日であって、そうなの。いやイギリス人のハーフが何言ってんのかよく分かんない。ごめんなさい、イギリスはねブレクセットって言ってもその石投げるのを好んでる人にあんなこと言われたくないんですよ。何石投げられるの好むド M な人に俺あんなこと言われたくないですよ。民主党側だしヒラリー側だしヒラリーがいかに悪いことしていたかってことはウィキリークスでいろいろ明らかになった。だからこそ落ちたんですよ。だからそういう既得権益と建前ばかりプリフェイス。あなた分かってますよ。例えばアメリカの今日本人ではねアメリカ大使館でお前ちょっと病気だわ。ごめんなさい。抑えろ抑えろお前に。はいはいはい、どうぞちょっと聞けよ。
話ヒラリーがどれだけ悪いことをしてきたかっていうふうにおっしゃいましたけれども、あのヒラリーとそしてオバマが実際この8年間でやってきたことっていうのは、トランプを支持したアメリカの9割の年収300万以下の人たちを助けるための政策なんです。でもそれをやっぱり地味な作業だから気づいてこなかった。で、東さん政権運営に問題ないというふうにおっしゃいましたけど、私は大いにあると思います。なんでかっていうと、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、すでにあのトランプ陣営は8月にエコノミックアドバイザーのリストを出してます。でこの人たちが閣僚なり、各省庁のトップにつくんですけども、手元にこのリストあるんですが、14人いて、そのうち7人がスティーブンっていう名前なんですね。で白人のおじさま方で、そのうち9人がウォールストリートの人です。でウォールストリートの人の上にさらに1人はジョン・ポールソンといって、あのサブプライムで大儲けした人なんです。つまり世界中の人が損をすることにかけて大儲けした、もうウォールストリート中の悪人で、オバマはこの8年間何をしてきたのかっていうと、ドット・フランク法って言って、その銀行とかウォールストリートがリスクを取りすぎて横暴なことをしないように引き締める法律を作った。でもトランプは開口一番ドット・フランク法をやめるって言ってるんですね。で中にドドドってさっき東さんおっしゃったように4000人だか3000人だか そのベルトウェイの中に付いているワシントンエリートがごっそり入れ替わって、誰が来るかって言ったら金儲けの功利主義者が来るんです。だけどその人たちからお金をもらってキャンペーンを打ったのはヒラリー財団ですから、ヒラリーこそそういうことをやってきた人間たちで、そういう政治家の既得権益から外れたいということ、それってビジネスファースト、ビジネスができる人間が入ってくることが一番大切なんです。これね、あのトランプとねヒラリーの話になるとね、どっちの方が汚いんだみたいな話になってよくわかんないのよ。どっちもどっちですか。どっちもどっちなんですよ。だからもう本当に嫌われ者の選挙だったってことなんです。歴史上最悪の選挙だったの間違いないですけど、ただ建前ばっかりニコニコしてね、裏がある人間、建前、あのポリティカルコレクトネス、あの日本語でお願いできますかね。建前、今まで建前ばっかり、歯みたいに綺麗な顔でね、建前ばっかり言ってる人間は裏はドロドロだっていうことはよくほら日本の女子会でも言って、心ドロドロなの。いや分からないですよ、それ女子会の世界とかよく言うじゃないですか。ちょっとケビンさん、本当に黙ってくれよ。お前のな、そのキーキー声がなんか具合悪くなるんだよ。ちょっと黙れ。これでもあの素人考えなんですけど、これだけなんていうの、トランプさんって女性蔑視発言とかもしてるじゃないですか。でなんかやっぱすごいお金持ちだし、なんか大統領になったはいいけど、結構こっからスキャンダルとかどんどん出てくんじゃないのって思ったりするんですけど、そこら辺は20年ぐらいが虐待されたっていうふうにクレームをしていますよね。あのね、大統領選っていうのはまさにそのベッティングプロセスって言って、その間に泥が全部出てるんですよ。だからヒラリーのもウィキリークスで出てきたけども、トランプその海を出して最後に選ばれた人間はトランプなので、今後出ることはほとんどないと思います。ってことはもうトランプはもうできてる、もうで、まあ、できてますね。できてはないけども、あのスキャンダルが強いです彼は。少々のスキャンダルはもうほとんどは出た、うん、できてはないけどね、うん、いやだから僕トランプさんのこうやってずっと選挙戦とか見てた時にやっぱ東さん思い出しました。本当だから東さん絶対いけるんだよと思って、絶対強いじゃないですかスキャンダルですね、はい、だから僕も都知事選出なかったのはスキャンダルが出るから出るからって言ってたんだけども、結果出なかったもんね。結果ね、バンクロワセだ、結果一人バンクロワセ。でも坂上さんね、あの東さんとトランプを同じなんかそういうレベルで見ちゃいけないなと僕は思うんです。いや違いますよ、だから質も量も違いますから。皆さんちょっと忘れてると思うんですけども、根本的にあのトランプっていう人は人種差別の塊ですから、うん、僕も信じられないことがトランプのツイッターずっと見てたんですけども、うん、これケビンさんにちょっといろいろ伺いたいと思うんですけども、ネオナチスの人の意見をリツイートするって、うん、これどういう意味があるんですかね。いや、この白人主義の塊っていうものはなんでここまでアメリカ国民にとって受け入れられるのか、僕はちょっと理解ができないんですよ。たとえただこれはね、彼がいろいろ爆発的な発言したことは事実でもね、これは日本でもよく言う炎上商法っていうのがあるんですね、うん、そのことによってね、票を獲得したってのは1点目、2点目はだからグッドキャンペーン、すごいいいキャンペーン、それから2点目はツイッター、うん、なぜかっていうと CNN をはじめ全てのテレビ局、FOX 以外のネットワークが全部反トランプ一色だったんですよ、うん、ね、あの CNN だって AT&T がこの間買い取ったりしてますけども、うん、ヒラリーの金が流れ込んで、うん、もうそれでもう徹底、日本だってほとんどヒラリーあの情報は、うん、トランプは悪人だ、うん、だからそういうねずるいキャンペーンをやって、うん、彼は一人で戦ったんですよ、うん、しかも共和党側の人間も建前ばっかり言うような連中をみんな抑え込んで彼は勝ったんで、うん、本当の意味ではヒーローなんですよ。でもそれはやっぱ木村さんもおっしゃってましたよね、うん、ケビンさん僕の言いたいことみんな言ってくれてるから、うん、今日ニコニコと笑ってた。ただそのネオナチのことに関しては答えにはなってないんじゃないの、うん、
いやリツイートしだから選挙戦においてさまざまな発言をしたことによって炎上商法で彼は勝ち得たので今おとなしくなって借りてきた猫って言ってますけども、うん、彼の本質が今出てきてるんです。彼は別に選挙に勝つためにこのビジネスと一緒でこの商売でこのマーケットを取ったためには何でもやるぞっていうね、うん、その代わりルールの範囲内でやるぞという形で彼は勝ったので、うん、今これからのトランプってまた違ってくるんですよ。でもそこでそのやっぱり炎上商法でそういう目立つ発言をしてでアメリカを変えてくれるかもしれないって思って投票した人も何人かそれが大半じゃないですか、はい、でも結局それで受かった時に何もしないとか。いやだから You wait and see これからでしょ。その英語はいらないだってもうすでに安倍さんに会う約束取り付けててインドの、ね、大統領にも会う、それからもう韓国とはもう話してる、メキシコの大統領と話してる、どん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 やっつけばオバマにも今日会ってるでしょ。まあだからもう大統領になったのはもう間違いないんで、この日本にこれ今後どのような影響がね出てくるのかってことだと思いますね。果たして在日アメリカ軍の撤退はありえるんでしょうか。この後徹底討論です。ハリー頑張れ。4年後ライバルは世界だ。あのランナーたちも走った道、日本陸上界のダイヤの原石がふるさとのために走る東日本女子駅伝11月13日。髪傷んじゃってるね。昆布食べるといいよ。本当？そうだ、傷んだ髪にはパワーアップしたアミノを食べさせる。偽物め。海の成分とアミノ酸で速攻ダメージケア、ジュレームアミノ、ジュレームリラックスの Drive at Earth。 仲間となら、デリカとならもっと先へ行ける。三菱デリカ D5、 さあ自然を遊び尽くせ。2つの特別使用車登場。こっちこっち。あやまち、そちらのお客様何します？一緒につつこう。牛すき鍋。日本の冬は牛すき鍋で。お呼びでない。呼んでない。吉野家。ご当地鍋も。いい買い物の日。ヤフーで1秒になんと9人が買ったいい買い物の日。だから今年もやっちゃいます。ヤフオクへゴー！毎日当たるすごいスピードくじも開催中。いい匂い。ドキッとするんです、チョビモネの匂いね。なかなか変えられないから不安で。じゃあチャームナップダブルの匂い吸着で24時間消臭。ずっと安心ね。はい、吸水ケアはチャームナップ。一日を気持ちよく始められたり、冷たかったろう、温かい気持ちになれたり今日天決めた、疲れが癒されたり、タオルが清潔なだけで毎日は変わる。温水泡洗浄なら汚れも匂いもダブルスッキリ。パナソニック斜めドラム洗濯機。笑になるよ。パナソニック。さあ続いての議題はこちらです。アメリカ軍駐留費の負担増、受け入れなければアメリカ軍の撤退はあり得るのかです。トランプ氏ですが、対日政策についてはこのように発言しています。同盟国として応分の、まあ、それ相応の負担をしなければ日本を守ることはできないんだと、日米安全保障条約は不公平だとこのように主張しているわけなんですが、うん、さあ本当にアメリカ軍撤退ということがあり得るんでしょうか。専門家の皆さんの意見を伺います。札をお上げください。まあもう木村さんは撤退は十分あり得るとおっしゃっていましたよね、うん、はい、はい、撤退はないっていうことは理論、希望的観測に過ぎないと思う、うん、それを理論付けるのはおかしいと思う、うん、撤退するかもしれないっていうんだから撤退するって考えてた方がいいですよこれ、うん、さあでもトマツさんは新トランプですけれども、はい、撤退はない。そうですね、やっぱりアメリカ的にも軍事拠点としては外せないところだと思いますし、うんうん、まあ、日本にしても再軍備ってなったら多分憲法改正とか時間もお金も必要だというところで、うん、結局どっかで折り合いがつくんじゃないかなっていうところですね、うん、井上さんは。私はね、もうとにかくアメリカの世界戦略を考えた時に沖縄っていうのは本当に重要な軍事戦略の拠点なんですね、うんうん、ここがもし沖縄がなくなった時に中国がそのまんまグアム、それからハワイ、そして西海岸までそのままスポーンと行きますんで、うん、これはもうどっかで歯止めしておかなきゃいけない、うん、こういうふうな状況があるので、そのアメリカの戦略上の問題として沖縄、日本列島からの撤退っていうのは、うん、これはもう
絶対にありえない話です。僕もなんかそんな気がするんですけど、その代わり負担増っていうのは求められて仕方ないのかなっていう。彼が言っているその日米同盟、日米安全保障条約の不平等だって、これはね全くその通りで、アメリカが一方的に日本を守る形になって、日本はやっぱりこれなかなかそれはできないっていうのは、これはね彼の言う通りなんですよ。で、私先ほどちょっとこう問題があるっていうふうに言ったのは、彼のその選挙戦の時の発言で沖縄がヘンタコリンにその喜んでしまった、トランプ大統領が誕生したことによって、米軍基地の問題がより複雑な、要するにその上げ足を取った形を取られてしまって、はい、そこが問題だっていうのはあります、なるほど。だけどもその撤退はないです、でも東さんこれ撤退ってなったら、いや、僕は現実的には撤退はないと思います、なぜかというと負担増を日本が飲むと思います、要するに負担増をしなければ撤退もあり得るですから、そこが交渉なんですよ。じゃあ日本の政治の見せ所は負担増をせずに撤退なしですね、これでも生島さん結構外交ベタっていうイメージがあるんですよね、日本ってね、いろいろとね、まあ、そのトランプさんが言い続けた去年の8月にやっぱりアメリカを守って日本は負担しないし不公平じゃないかと言い出して、その時はその金額のことは何も言わなかったんです、その後どうやらそのトランプさんにそのまあブレインがいて、どうやらその負担額、日本が負担している額に関しては間違って、